1981年のヤクルトスワローズでは、1981年のヤクルトスワローズの動向をまとめる。この年のヤクルトスワローズは、竹上白岡監督の2年目のシーズンである。1979年1980年と、近鉄のリーグ連覇に大きく貢献した、チャーリー・マニエルが3年ぶりに、チームに復帰。外野人は、主力打者の若松務。 俊足講師のジョン・スコットそしてマニエルがレギュラーとなり、ガイア人から溢れた杉浦徹は一塁で大杉勝男と平洋という贅沢な悩みを抱えた。しかし開幕を迎えると、肝心のマニエルの調子が一向に上がらず、4月24日の15試合目に、ようやく1号本塁打が出るなど、12本塁打にとどまり期待を裏切った。また、若松が4月22日に、 右肩の人体を損傷し戦列を離脱。さらにスコットも5月26日の阪神戦で甲子園のフェンスに激突し、左膝の人体を損傷しこれまた離脱となり、外野陣は大幅に戦力ダウン。代わりに出番が大幅に増えた控え外野手の青木実が通るように輝き、大杉も自己ベストの打率。343をマークし2000本安打も、 達成するなど活躍したが、7月と9月に6、引き分けするなど接戦に弱いチームは一度も、優勝争いに絡めず4位で終了。シーズン終了後に、安田武氏が現役を引退した。投手陣は、ベテラン松岡博士が12勝を挙げたものの、前年に役心の原動力となった、鈴木幸次郎と、伊原慎一郎が9勝止まりで、梶島健一と、小花高も、 それぞれ六章に終わった。ありがとうございます。